学生の時に初めて学校の暗室を借りて、モノクロだったんですよ、それ。カラーじゃなくて、ほんと手でこう髪を揺らしながら、その駅の中でわーってこう像が浮かび上がってくるんですけど、それがすごい面白くて、撮影が好きで写真に入ったというよりもプリントが好きで最初に写真が好きになりますね。プリント作業がすごく好きで、どっちかっていうとプリントするために素材を取りに行くぐらいの感じで、暗室がすごい好きでした。そのさっき見たものがプリントの中に定着されて、こう一枚の紙の中に見たものがこう平面として定着されるっていう過程がすごく面白くて、うん、あとなんか暗い中で作業してるとすごくね、なんだろう、気持ちが落ち着くというか、割とヒーリング的な効果があって、うん、儀式感っていうか